冷凍機の原理、ヒートポンプ赤が高温側、青が低温側を表す。1、凝縮機。2、膨張弁。3、蒸発機。4、圧縮機冷凍機は温度を氷点下まで下げるため、ヒートポンプの原理で熱を移動させる熱源設備である。スターリングエンジンも参照スターリングサイクルを利用した冷凍機である。スターリングエンジンを駆動するには、エンジンに 温度差を与えることが必要になるが、裏を返せば、熱機関とヒートポンプの関係のように、スターリングエンジンと同様の構造を持った機械を、電気モーターなどのエンジン本体とは別のエネルギー源によってエンジンを駆動すれば、エンジンは温度差を持つので、低温側を冷却機として使える。これがスターリング冷凍機である。スターリング冷却器の冷却原理は蒸気圧縮冷凍とは異なり、 蒸発による洗熱を用いていないので、冷媒の有点に依存しないため、蒸気圧縮冷凍よりも低温に冷やすことができる。事業例として、超伝導物質や赤外事故阻止などの冷却の際に、極低温の用途での冷却の際に、断熱障子などによる冷却の全段階の冷却として使用される。なお、冷凍機には作動ガスが、冷凍機内部に必要である。 常温程度の冷却なら、作動ガスは空気でも構わないが、超電導実験のような極低温を得るための作動ガスにはヘリウムを用いることが多い。スターリング冷却機の構造に加えて、さらにディスプレイさに連動したロータリーバルブを持ち、このバルブにより、管路の切り替えを周回的に行うことで、冷却性能を向上させた冷却機を、ギフォードマクマ本冷凍機という、 感度を周回的に切り替えることで冷却効率が上がる原理の類例を挙げれば、例えが熱機関になるがガソリンエンジンでカムバルブを制御することで効率を上げていることとほぼ同様の原理である。文献によってはギフォードマクマ本冷凍機をスターリング冷凍機と区別しない場合やスターリングエンジンの一種とする場合もある。スターリング型タモリフィス PTR の模式図。 左から右へ圧縮機、熱交換器、再生器、熱交換器、チューブ、熱交換器、流動抵抗、およびバフファボリューム。冷却された低温側が TL。高温側は TH。スターリング冷凍機や技法度マクマ本冷凍機は可動部としてディスプレイーさーを持つが、パルス管冷凍機は低温部に可動部品を持たないので、摩擦熱による 性能低下の影響をスターリングエンジンよりも減らせると考えられている。事業例として半導体製造装置での冷却機などに応用されている。化学物質の可逆的反応を利用する。ありがとうございます。